乳がんのもう一つの分類としてサブタイプ分類があります。がん細胞の異形度、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、HER2、Ki67 といった臨床病理学的因子を用いて大きく5つのサブタイプに分類します。サブタイプにはルミナル A タイプ、ルミナル B タイプ、ルミナル HER2 タイプ、HER2 タイプ、トリプルネガティブタイプがあります。従来は病気の進行度などをもとに再発のリスクに基づいて治療選択肢を決定していました。しかし最近では乳がん治療はサブタイプから治療戦略を展開するアプローチが標準となっています。乳がんでは集学的治療が一般的です。局所治療として手術や放射線治療があります。一方、全身治療としてホルモン療法、抗がん剤、抗ハーツー治療などの分子標的治療があります。0期から3期までの乳がんを原発性乳がんと呼びます。原発性乳がんの治療の目的は治癒です。最大の効果を目指して局所療法、薬物療法を適切に組み合わせて治療を実施します。4期は遠隔転移のある状況であり、治癒は非常に困難です。治療の目的は生存期間の延長、QOL の維持、がんに伴う苦痛の緩和となります。乳がんの切除といったようなものは積極的には推奨されません。薬物療法や緩和ケアが主体になります。